について発表しました。で、次デモ飛行が行われていると。ということで、今回はこの米国の NGAD 計画を詳しく見ていきます。日本やイギリスなどヨーロッパ各地で第6世代戦闘機開発が進む中、一番進んでいるのはどこだろうか。日本は第5世代戦闘機開発を急いでいますが、第6世代に迫る能力になっています。2021年も終わりを迎えようとしているが、日進月歩を繰り返し続ける軍事兵器の分野にあって、戦闘機についても、今後の新たな機体、いわゆる第6世代と称されるもののニュースがいくつか伝えられた年となった。日本においては、現行の F2 戦闘機を代替するものとして、次世代戦闘機の開発計画が開始されており、主契約企業となった三菱重工業者のもとに IHI 社、スバル社、NEC 社、富士通社、三菱電機社等が参集し、悲願の国産化を目指している。しかし、現在の最新鋭である F-35 ライトニング2など、第5世代戦闘機の開発経験も有していない日本は、技術支援先にアメリカのロッキード・マーチン社を選定。機関部も、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発の可能性も浮上してきた。この両社、ロッキード・マーチン社とロールス・ロイス社の次世代戦闘機計画への正式参加は、契約としては、現時点で締結されていない模様だが、スケジュール的にも、そろそろ確定情報が出されるのだろう。F2 戦闘機の退役は、2030年代中盤には開始されるため、これに間に合わせるには、残り時間は、決して多くはない状況であり、F-15J イーグルの一部機種の近代化改修、F-35 ライトニング2の調達と並行して進むと予想される。日本の次世代戦闘機計画でも、名前が浮上しているイギリスのロールス・ロイス社だが、本国では、世界で最も先行していると考えられている第6世代戦闘機、テンペスト計画でも、無論、その機関部を担当している。もともと、イギリスのテンペスト計画は、日本の次世代戦闘機計画も、それに加わることを歓迎するムードにあったが、これまで、日本は、自国で主導する戦闘機開発という、命題を譲らず、計画を進めてきた。経緯があった。これが2021年の6月にイギリスのロンドンで実施された先進主要国会議 GSEV と並行して急遽ロールス・ロイス社が機関部の共同開発に加わる方向へとシフトしたわけだが、やはり日本単独では技術的にも政治的にも厳しいとの判断かもしれない。ヨーロッパではこうしたイギリスが主導する第6世代戦闘機、テンペスト計画以外に、歴史的には、犬猿の仲との言えるフランスとドイツが、中心に進めている FCAS 計画も存在しており、こちらの行方にも、注目が注がれている。このイギリスの、テンペスト計画とフランス・ドイツの FCAS 計画をめぐっては、この2021年11月に、イタリア空軍の高官であるゴレッティさん傍聴が両計画の統合について言及する発言を議会で行ったことが報じられた。これまでイタリアはイギリスのテンペスト計画へ参画していたが、このゴレッティさん傍聴の発言は量産化によるコスト的な優位性を考慮すれば非常に合理的な考え方だということは間違いないだろう。ヨーロッパのそして NATO 加盟国のイギリス、フランス、ドイツ、そしてイタリアは、その中核をなす存在であることは事実だが、未だ、世界第3位の GDP を誇る日本よりも、人口や経済的な規模から見れば確かに大きいとは言い難い。ただし、こうした中小国の集合ともいえる、ヨーロッパの戦闘機開発統合の理念は、
実は、現行の第4世代戦闘機、ユーロファイタータイフーンの開発に際して掲げられたテーゼでもあり、これが完遂されなかった経緯もある。この時は、フランスが自国の都合である、カタパルト装備の航空母艦艦載機の使用を譲らなかったことで、ユーロファイタータイフーンの開発から離脱したことが大きいが、残った国々でもその後の仕様変更等でも足並みは揃わなかった。こうした経緯を踏まえると、一見当然のように経済合理性には優れるものの、果たして本当にテンペスト計画と FCAS 計画との統合が実現可能なのか悩ましい部分だとは思えるが、巨額な開発費を必要とするだけに可能性は捨てきれない。個人的にはその実現は甚だ困難だと思え、絵に描いた餅に終わるのだろうと予測するのだが、反面日本の置かれた状況を考えれば、こうした NATO などによる集団安全保障と兵器の共同開発が提唱できる環境は少し羨ましい。例えば、日本の場合、唯一の軍事同盟を締結しているアメリカは、別格としても、それ以外の、いわゆるかつての西側陣営とおぼしき国であっても、周辺には韓国や台湾しかなく、前者は言うに及ばず、後者も、中国への配慮から、表立った動きは、行えていないからだ。中国、ロシア、北朝鮮と周辺に、直接的な脅威となり得る仮想敵国が多い日本にとって、アメリカだけが頼みの綱だという図式は非常に心もとなく思えるのだが、政治的にもこれにプラスできそうな国は見当たらないように思える。さて、本題の第6世代戦闘機についてだが、世界最大の戦力を有するアメリカでは、これを NGAD、ネクストジェネレーションエアードミナンス計画と呼んでおり、2020年頃よりおぼろげにその輪郭が見え始めたと言えるだろう。アメリカの NGAD 計画は世界初の第5世代戦闘機にして、2021年時点でも最強の星空戦闘機としての呼び声の高いロッキード・マーチン社の F-2 にラプターや、それ以前の F-15 イーグルといった主力戦闘機を更新するものとなる。そもそも NGAD ネクストジェネレーションエアードミナスという計画名自体が、日本語に直せば次世代航空優勢を意味しており、アメリカの航空戦力が今後も制空権を保持し続けるための戦闘機を志向していることがうかがえる。今年2021年4月にはアメリカ空軍が公開した報告書に、この NGAD 計画による新型戦闘機のイメージ図が掲載されており、そこでは、胴体部分と主翼が一体化された線、翼機が描かれており、一応、垂直尾翼も2枚持つ双発機のように見える。実は、アメリカ空軍の NGAD 計画については、2020年9月に、当時のローパー調達開発担当次官補が、実証機によるデモ飛行をすでに行っていると突如として発表したものの、以降も製造先企業等も含め追加情報は開示されていない。しかし2021年6月にはアメリカ空軍のブラウンさん傍聴が、NGAD 計画の戦闘機は、星空戦闘能力、および敵の防空網を無効化する、対地攻撃能力を持つ可能性があると、議会の公聴会で言及し、その位置づけが垣間見えたと言える。ブラウンさん傍聴は、同時に、NGAD 計画の戦闘機は、現行の F-2 にラプターや F-35 ライトニング2を上回る、長大な航続距離を持つ機体と、従来同様の2種類が存在する可能性を示し、前者が太平洋地域、後者がヨーロッパに向けたものだと示唆した。これは、近年中国軍が推進している、
接近阻止、領域拒否戦略によって、同軍が強固な地対空ミサイルとゲイ、激戦闘機の配備を進めていることへの対応策だとみられ、現行の F-2 にラプターや F-35 ライトニング2が、空中給油機の使用を前提にしていることと、大きく異なる。未だ、F-2 にラプターや F-35 ライトニング2のステルス性能による、中国軍航空戦力への優位性はあるものの、空中給油機のようなそれを持たない航空機を、中国軍の防空領域に接近させることは困難となってきていることを認めたものだろう。